はい、どうも、メイデオです。今回ですけども、ラブリー・スティッチ&エンジェルの、新ペアツムの使い方講座になります。で、これ超重要なことが2つありますので、まあそれをね、ちゃんと理解してやってもらえれば、多分爆伸びすると思います。はい、ということで、まず初動やるのは、エンジェルのスキルを貯めましょうということで、まあ、エンジェルの発動数が32なんですよね、っていうところですね。でラブリースティッチは、まあ、初動はですね、単体で使ってもいいんですけど、まあ、基本的には重ね掛けを、使って、やっていくというところです、まあ、とりあえずちょっとコイン、まあ、プレイしながら解説していきたいんで、まあ、ちょっとプレイしていきましょうか。まあ、初動はとりあえず貯めましょうか。まあ自分もまだそこまで使ってないので、不慣れなところはあるんですけど、これ止まりましたって言ったら、まあ両方使うんですけど、これエンジェルのスキル中は必ずボム1個、残しておいてくださいっていうのをボムキャンしないとエンジェルのスキル中、何もできなくなってしまいます。でスキルの効果時間はスキルレベルごとに違うっていうことがなくて多分同じはずです、長さ的に。なのでスキルループ率とかはほぼほぼ変わらないぐらい、まあ、スティッチの消去数がちょっと変わりますけど、まあ、そこ以外はね変わらないんでっていうところですね。でもう一個このスキル中、エンジェルのスキル中にこ注意していただきたいのは、これシンブルーフェアリーの方でもお話ししたんですけど、スキルループするためにエンジェルの、スキル効果中はですねなぞりましょうと。でこれ重ね掛けで消去するじゃないですか。あん時ってスキルの反映って少なくなってるんで、なぞってスキルを回さなきゃいけないっていうのがあります。ということでじゃあやっていくんですけど、まあ、例えばこれスキル発動したらもう自分だったらこのスティッチの前積むなぞります。そうすることによってこれ重ね掛け2回すぐできるようになりますので、こんな感じで、あとまだあと4つ消せばスキルループなんで、でまたこれ毎つもねチェーンしながら重ね掛けするといいっす。でこれもう3回目でしょう。っていう感じでやるといいです。今回はエンジェルの方優先しましたけど、あ間違えた、まあいいか。あでもこんな感じです本当に。これです。これもエンジェルかな。基本的には毎つむなぞってから重ね掛けするのがベストかなと思います。これもエンジェルかなっていう感じでやると、いい感じにいける感じです。まあタイムボム運とかもあるので、運要素もあるんですけども、あ間違えた、あでもいいか。こんな感じです。でなぞり中は基本的には毎つもなぞってスキルループを狙っていくと。
本も毎つむなぞってから重ね掛けしてスキルゲージを貯めていくと。これ今毎つむじゃなかったっすね。やべえ、これダメ。これゴムないんであんま良くない。マジそれは熱くない。こんな感じでやってます。まあ一応解説しながらやってるんでそんな伸びてないかもしれんけど、まあ今のところ8000以上はこの方法で普通にいけるかなって感じですね。でも多分万枚くらい平均出せるようになってくると思います。慣れてくればおそらくだけど。という感じです。ちょっともうワンプレイ普通にやってみましょうか。ちょっと解説してるとそうグダグダしちゃうんであれですけど、まあ多分次やったら8000とか9000とか普通に出ると思うんで、まあ、あとはタイムボム運次第なところもあるんですけど、まあちょっと実際やってみましょう。もう本当に、毎日も消しまくって、エンジェルのスキル中に。それを、いかにスキルループを継続させて、であとは重ね掛けをいっぱいできるかっていうところになってくるんで、こっちやって急チェーンしてボム狙いたかったね。おい、いや8チェーンか。押ししたからまあまあまあって感じですかね。タイム出てくれ頼む。タイムがね出てないっすね。買っちゃうかな。でもね難しいっすね、まあ、ある程度やっぱスキルプレイヤースキルも必要だし、これ早く危ね。まあでも8000枚はいけそうかな。これエンジェルもたまりそうです。これは消費数少ない。万枚もワンチャン見えてきてるんかな。見えてないの。タイムボム次第だね。はい。
ばい、ハッチェーンが多くてね、あんま良くないっすね。あんま良くない。めっちゃ早かったね。ナミネ風にやりました。よしよしよし。ケイ？体温も増えてるし。しかもこれループするでしょ。これ15消去してるんでループするんですよ。これがでかいっすよね。ケイ。いやミスった。でもまんまいけますね。まんまい、ありがとう。多分54のみ初っすね。あ、グーフィーなぞってた。だ。1万2000ぐらいいけんじゃない。いや、これはちょっと待った方がいいね。いや、こっち行って。タイムボム狙った方がよかったね。はい。よーし、1万2000枚超え。これエンジェルでしょ。1万3000ぐらいいこう。よし、フィーバーに。お、1万3000いけるよ。もう一回重ね焼けしたいけど間に合うかな。あ、タイムもある。1万4000は無理でした。おお。いいんじゃないですか。13700枚、手元プレイも取れたんで、まあ、こんな感じでやると爆伸びします。自分も実際今54で初めて万枚超えて、しかも今1万3000枚までいけてるんで、はい、これがペアツムなんですわ。強っ。はい、ということで皆さんもぜひ真似してやってみてください。まあ、こんな感じでプレイできるんであればマジで引きです。はい、スキル3から多分万枚取れるような性能もありますので、ぜひですね、あのこの使い方講座を見てですね、使えそうだなっていう方はガチャ頑張ってみてください。ではありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではBye.